ビルヘルム・ケンプ、ビルヘルム・ケンプ、ビルヘルム・ケンプフ、1895年11月25日から1991年5月23日は、ドイツのピアニスト、オルガニスト、作曲家、教育者、ブランデンブルク州に生まれる。父親がポツダムのニコライ協会オルガニストに就任した後は、幼児よりピアノ、オルガンを学び、卓越した才能を示した。 ベルリン音楽大学で作曲とカール・ハインリヒバルとピアノに支持し、1917年にはピアノ組曲の作曲によりメンデルスゾーン長を受賞。1918年にアルトルニキシュ式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団とベートーベンのピアノ競争曲第4番で共演した。1920年にはシベリウスの招きで北欧歴法スウェーデン王室より、 リトリスやアルタバス勲章を授与された。この年には、ドイツグラムフォンに、ベートーベンのエコセーズ WOO86 及びバガテル州オーパス33から5を発録音している。1924年から1929年にはの公認として、シュトットガルト音楽大学の学長を埋めた後、1931年には、ポツダムの大理シミア殿で、マックス・フォンシリングス、 オイゲンダルベール、エトヴィン・フィッシャー、エドアルト・エルトマン、エディ・ナイ、ゲオルク・クーレン・カンプラと共同でサマークラスを開催した。1932年にはベルリンのプロイセン芸術協会の正会員となり、ドイツ楽団の中心的役割を担うようになった。1930年代にはベートーベンのピアノ・ソナタ全収録音の二人目の挑戦者として話題を集めた。 この録音は1920年代から1940年代まで続いたようである。これは完成が目論まれていた。当時の彼の肩書きは立派にオペラ作曲家であり、ピアノ演奏が副業であった。後年の印象と違い、1920年代の基本設定テンポは競争曲においてもかなり早く録音の現存していない1910年代以前は、 ビルトオーゾを施行していたことが確実視されている。ナチスの台頭後、すでにプロイセン芸術協会の会員であったケンプは、1933年に十字、勲章、リッター・クロイスですぐリーカションアールザー・ダンズを授与されている。ケンプ自身は、他のドイツに残った芸術家と比べても積極的にナチスよりの発言をすることはなかったが、それでも、 ナチスを逃れ亡命したドイツ人芸術家に批判的な言葉を投げかけたり、1936年に当時のドイツ文化施設として初来日した。戦時中の演奏会は、1940年にアーヘンでカラヤンと共演、1943年にはパリのベートーベンフェスティバルにエリーナイ、アルフレッド・コルトジネット・ヌブー、ヘルマン・アーベントロートと共に出演した。 この時期も定期的に録音を残しており、ベートーベンのピアノソナタ集、後期、1935から1936年、初期、1940年、中期、1943年、ピアノ競争曲第3から5番、1942年、などを吹き込んでいる。原稿演奏の基本的なキャラクターは、この時期の録音に全て収められている。 戦後間もない1945年10月にハンブルク放送局でのリサイタル収録も存在する。1944年にナチス政権のプロパガンダのため兵役免除リストに載っていたにもかかわらず、1945年にはベルリンの国民突撃隊として招集されたため、バイエルンのツルナウ城に避難しそこで終戦を迎えた。この時期に作曲家人生をほぼ諦めざるを得なくなり、 専業ピアニストとしての活動にシフトすることとなった。ベニートム・ソリーニに検定された作品がお点になったと考えられている。オペラ作曲は1940年代で途絶えることになった。ケンプは戦後、ナチス時代の経歴のため、ナチスに協力したと疑われ、演奏会が開けない時期もあった。先般容疑の解けた1950年代には、ベートーベンのピアノソナタ全集を、 モノラルでリリースナチス時代の汚名を注いだ。1940年代から指さばきの能力による速度の低下が目立ってきていた。戦後のケンプの演奏スタイルは1950年代の技巧と解釈が高度に均衡した録音に比べ、1960年代以降はよりファンタジーに富んだ自由活達なものとなり、現在多くの人がケンプの演奏を表するとき、 この晩年のスタイルを指して、技巧よりも精神性を重視する演奏家とみなしている。生前はドイツグラモフォンの専属アーチストとして、スタジオ録音で評価されたが、フルニエとライブ録音した、ベートーベンのチェロ・ソナタ全集が1964年にリリースされたほか、生誕100周年の1995年を境に、世界各地の放送局に残されたライブ録音も、 聴けるようになった。アルフレード・ブレンデルは、マルチン・マイヤーとの対談集、ザベール・オブ・オーダー、2002年で、ケンプはまさしくそよ風で鳴るエオリアン・ハープのように、心の赴くままに演奏した。あなたは、それが、例のようにどこから生まれどこに行くのか知らない。とする一方で、ケンプを彼の世代で、最もリズミカルなピアニストとみなし、リストのピアノ曲、 小鳥に説教する足地の聖フランチェスコ、1950年、A 劣化収録をミスタッチなしで録音することに成功した最初のピアニストとして評価している。この頃には散発的に作品発表があっても作曲家、剣譜として帰り見られることが全くなくなってしまい、占領ピアニストの腕が国際コンクールで上がったことを含め、最も苦難の時期であったと考えられている。 しかし、作曲家、教育者、ピアニストとして、憲法を覚えていた聴衆からは、温かい拍手が送られていた。1961年の日本における、ベートーベンピアノ・ソナタ全曲ライブはその恒例であろう。1991年5月23日、イタリアのポジターノで、パーキンソン病のため95歳の生涯を閉じた。その数年前の引退の際には、もう私は、 病気のため弾けませんであったと伝えられる。ケンプは新日課であり、1936年の初来日以来、十回も来日した同時代の巨匠は他にいなかった。古くは荒エビス著名曲決定版にベートーベンのピアノソナタについて紹介された。ほ、百五十四年には広島平和記念聖堂でのオルガン除幕式に伴い、録音を行い、 被爆者のために売り上げを全額寄付している。調律師も大石幸きという日本人を起用していた。1970年にはベートーベン聖誕200周年記念で来日し、ピアノソナタ及びピアノ競争曲の全曲演奏会を森忠と共に行った。自助伝の日本語版への序文では、日本に接して最も素晴らしかったのは、相互に愛情が生まれたことでしたと述べている。 1990年代以後、ヒストリカルレコーディングの復興が CD 時代に爆発的に進み、ケンプも1920年代の演奏から復刻されることが相次いだ。香港マルコポーロからは、ケンプのピアノ作品がまとめてリリースされた。日本では、ピアノソナタ全集ライブがボックスで発売されるなど、いまだに人気が強い。彼のナチスとの関係を含め、 コンポーザーイコールピアニストが新しく出現したことに伴い彼の技巧の弱さや総合的な音楽性は再評価の兆しを見せている。しかし作曲作品についてはいまだに評価の安定を見せていない。ケンプは大バッハからブラームスに至るドイツ古典派、ロマン派の作品を得意のレパートリーとしていた。1920年の発録音以来60年余りの 長きにわたる演奏活動で録音も数多く、1950年代の一時期に A デッカで何枚かのロマン派作品のアルバムを制作したことを例外として、一貫して戦後ドイツグラモフォンに録音を行った。主要な業績として、ベートーベンのピアノ競争曲は2種類、ピアノ・ソナタの全集が、1920年代から40年代に吹き込まれた未完の78回転。 1950年代のモノラル、1960年代モノラル、ステレオの4種類が残されている。ピエール・フルニエと組んだ、ベートーベンのチェロ・ソナタ全集と、ボルフガング・シュナイダー・ファンと組んだ、ベートーベンのバイオリン・ソナタの全集も極めて評価が高い。また、それらが広く演奏されるようになる前、1960年代に、シューベルトのピアノ・ソナタを世界で、 初めて全集として録音した。ドイツの音楽家としての責務からか、ベートーベンとシューベルトのオーダーが多かったようだが、実は、ショパンやリスト、フォーレ、自作の録音も現存する。ベートーベンのピアノソナタ全集吹き込みの、挑戦回数はよく誤解されるが、正確には4回であり3回ではない。1回目は78回転、2回目はモノラル331、3回転。 3回目で、モノラル331、3回転が想定されていた NHK ラジオ放送用日本ライブ、そして4回目で、ステレオ331、3回転のスタジオ録音である。1回目の全集は1920年代から40年代にまで渡った演奏で、フランスダンテからかなり復刻されたが、現在は入手困難。二回目、三回目と四回目の録音は、 現在も入手可能であるが2013年に復刻された3回目の録音は日本以外では手に入らない。年齢と技術の関係からか1回目の録音が最も油が乗っており1960年代の3回目と4回目の演奏は幾分安全運転気味である。生前に作曲作品の録音の話はバルターギーゼキング同様にほとんど上がらなかった。 アンコールピースが残されている程度である。また彼のオルガン演奏は、教会で多くの即興を行っていたことが、文献から確認できるが、来日時の例外を除き録音がほとんど残っていない。ダンテのライナーには、ケンプはグロドリアン・スタインベグを好んで使い、78回転のリリースは、ほぼこのピアノかベヒシュタインであると書かれているが、 戦後はスタインウェイなどの他のモデルも弾いているようであり、常にベーゼンドルファーに固執したバックハウスとは違っている。彼の弟子にはビディル・ビレットがおり、ビレットはケンプの作品をまとめて録音した。ビレットもベートーベンのピアノ・ソナタ、競争曲、交響曲の全曲を吹き込み、ベートーベン弾きとして世に出た。カルメン・ピアッチーには、 彼の晩期の弟子に相当するピアニストであるが、彼女はベートーベンではなく、ハイドンとモーツァルトのピアノソナタ全集の聖者である。両者とも壮年期は、現代音楽匹として世に出た。ケンプは1930年代まではピアニストではなく、作曲家と認識されていた。近代ドイツの諸潮流を咀嚼した創作を行っており、調整的かつ、技古典的である。 当時ドイツに印象派がまとめて紹介されたことに伴い、平行火星やアルペジオも適度に配されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。